一番最初に監督と面談した時にも言ったんですけれども、ラブライフという曲を聴いて、そしてインスパイアを受けて、この物語を紡ぎ上げたんだと思って、その最初読んだ時も単純に驚愕したんですよね。いやすごいなと思って、いやどんな脳内なんだと、もう本当に文学ですよね。文学であり、その小説であり、まあ、っていうふうに思って考えてみたら、その日本映画の邦画の歴史の中には成瀬美京であったり小津安二郎監督の作品のような、そういう作品があるわけだから、そういう、文学的な映画作品の、系譜にあたる、それの最新系なんだなっていうふうに思いました。ですよね。詩がその、全て良いことだけをこう与えたいっていうのと、あと悲しいことすら喜びに変えて、それであとそこにいてでも死なないでっていう、あこういうことをその作者はラブライフというふうにイメージするんだなと思って、ああそうかっていうふうになんか静かに打たれましたね、はい、ラブライフの作者である矢野顕子さんにとってのラブライフっていう曲があって、それを聞いた深田監督からの返答というか返信だと思うんですよね。それで、曲を聴いて僕はこう思ってこういう物語が思いついたんだっていう、なんかこう深田節を歌い上げた映画なのかなと。いやもう全部ですよね。見てないところも多いですし、自分が参加した部分がどういうピースでこうはめ込まれて編集されてるかっていうのも興味深いですし、もうなんかその、自分がそんなに考えなかった「ラブライフ」っていうテーマ自体がどういうふうにこう映画として再生されているのかっていうのが、もう全体がもう興味深くて仕方がないんで、もう早く見たいですね、はい、出来上がりを。